はい、こんにちは。テレビ改革党豊島区議会議員くつざわりょうじでございます。インコ様、ちえみ様、ビオラ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。インコ様は傍聴にもいらしてくれて誠にありがとうございました。アッシュ様、物資のご支援ありがとうございました。なんか高そうなタンパク質をいただいてしまいました。美味しく食べたいと思います。ありがとうございます。先ほどまで、懲罰委員会やってました。まあこうやってですね、懲罰委員会って張り紙されてですね、くつざわりょうじの懲罰委員会って書かれなくてよかったななんて思っておりますけれども50名もの皆様に傍聴にお越しいただいちゃいました。誠にありがとうございました。次回委員会は私の質疑から開始みたいなんですけれども、まあまあしこたま意地悪質問されるんでしょうね。私は懲罰したい委員によってですね、今日の弁明ではですね、委員会つっても実質裁判みたいなもんで、最高刑は私の議員失職です。で、委員が、判事みてえなもんでね。今日の、ですから、私の弁明、はですね、被告人弁論みたいな感じのあったんですけども、当事者の共産党と立憲議員は、委員に入ってんのおかしいだろと、猛反発枕、しておきました。豊島区議会委員会条例第15条。当事者は、事件の当事者は、議論に参加できないっていうのがありまして、それはおかしいでしょ。言っときました。委員抜いてくださいって、共産党、立憲、次どうなっかわかりませんけれども、大体おかしいんだよな。委員会設置するかどうかの本議会での全員での議決も、私は除外されてるんですよ。賛否の、採決からね。被告だってことでね。で、もう原告の6名、立憲と共産、立憲2名、共産4名は、手挙げてんですよ。委員会設置に賛成なんつって、これはおかしいだろ。差し戻しして、採決やり直すって言っときました。まあ、どうなっかわかりませんけれども、動画上がってますんで、まあよかったらご覧ください。よろしくお願いいたします。発議者の質疑でですね、まあ共産党立憲の、への質疑で厳しい質問が飛んでました。そもそも共産党の選挙違反が原因だよ。この発言は、そこは悪いと思ってないのかとか、認めんのか、とかですね。立憲は3名中2名しか署名してないが、どういうことだとかですね。47年間開かれなかった議員を失職させる、威力がある委員会を立ち上げるにあたって、そんだけの真剣さがあんのか、みてえな、質問もありましたね。結構厳しく。したらね、共産党の小林議員っていう、女性の議員が、ちっちゃい声で何言ってるかわかんないけど、下向いてゴニョゴニョゴニョって答弁してるんですけど、結構精神的にストレス感じたと思いますよ。風邪ひくといいななんて思っておりますけれども、産経報道、五輪開幕式出席を見送ったトヨタ、パナソニック、富士通、NTT、NEC などのスポンサー企業幹部の皆様に聞きました。異例の対応の原因は、IOC と JOC の、主催者側、への不信感だそうであります。大会延期とか無観客開催になった経緯について十分な説明や相談がなかった、事前に相談、発表前にスポンサーさんにこうなったんですけどいいですかねって言っとくこともしなかったらしいです。すべての決断が遅く、相談も報告もなく、変更を報道で知ることも多かった。スポンサーにふさわしい待遇ではなかった。五輪開催に国民から厳しい目を向けられ、そこら中に地雷があると判断しただそうです。まとめるとですね、主催者側の独断専行が多かったってことですかね。スポンサーに相談なしに。なんでそう決めたか、説明が不十分で納得いかない。言ったとこでしょうかね。山下会長とか、橋本五輪大臣とか、元スポーツ選手で、脳筋タイプ。ですもんね。そういえばね。
まあ、武藤さんって事務総長もいるみたいなんですけど、この人もちょっと記者会見の言いぶりなんか見てると、なんかなぁ、大丈夫かなぁ、みたいな、ちょっと言葉足らずですよね。なんすか、批判、炎上して辞退した音楽隊担当の小山田って人、うじらが選んだんじゃねえし、みたいなことを言い放っちゃって、その後すぐね、私らに責任はないとは申しません。とかなんとか付け加えればいいのに、そんなことを言い放っちゃって、あの人もどうかと思いますよ、私はね。五輪専用のテレビ広告を取りやめたトヨタに聞きました。五輪は理解されない部分がある。今後は自社メディアで発信していく。だそうであります。ネットには不安を煽りまくった結果、CM スポンサーが逃げた。二枚舌のマスメディアに愛想を尽かした結果だよ。各テレビ局にとても大打撃。それも自業自得という声が多数あったと。ここまで記事ですね。この記事に対するネットの反応です。自業自得そのもの。すっごいマッチポンプ。トヨタから逃げられたテレビ、ざんま。ほんとざんま。スポンサーのテレビ離れ、ワイドショーが中止を煽りすぎ、スポンサー自粛の雰囲気作ったのはマスコミ。痛快ですかっていう意見もありまして、プッてやらっちゃいましたよ、これ。朝日新聞記者がですね、コロナは痛快とか言っちゃったんだよね。前ね、とんでもねえ人間のクズだなって思いましたけれども、企業のテレビ離れは喜ばしいんですけど、まだまだテレビの越境力が大きいのが気に入りませんね。ワイドショーで連日、五輪を批判すれば、そういう雰囲気になるってことが腹立たしいですよ。まあテレビがね、そういう風に世論を好きなように操作できなくなるまで、あとどのぐらいかかるのかなーって、危惧っていうか、がっかりしてしまいます。この後に及んで、まだ五輪中止を訴えてる、なんか時代遅れの立憲民主党、河内宏政調会長代行、陛下が、開会式で大会の中止を宣言されるしか、もはや止める手立てはないと投稿。なんで陛下がそんなこと言わなくちゃなんねえの。そんなめでたい開会式で何言っちゃってんだこの人って感じなんですけど、それはですね、皇室政治利用と炎上し、投稿を削除して逃げました。で、誤解があったなんつって弁解してるみたいなんですけど、ネットの反応です。思いっきり政治利用、誤解、確信犯だろ、陛下に要望すん、こいつらすぐ政治利用しようと、バカすぎどこの選挙区だこのバカは、明確な憲法違反を言い出したぞ。これは憲法違反なんですよ。皇室の政治利用は。立憲って意味分かってる？もしかして頭がおかしい？もしかしなくても頭がおかしいと。こいつをこのまま放置するのは危険。これが自民議員ならワイドショーで辞職するまで叩く。これは自殺するまで叩くかもしれないですね。まだ中止とか言ってんだけど、支持率下がるわけだって話ね。立憲の平議員だったらば、まだしも、まあ欲はないですけどね。平議員、まあ地方議員とかだったらね、まだしもね、バカがいるわ。って、笑えませんけど、政調会長代行って、幹部の方でしょ？程度はね、立憲の程度が知れるよな。何勝手に陛下に中止宣言させようとしてんのかな、ブレーム。ちょっと前だったら、不敬罪で死刑ですよね、なんだね。なんで陛下があんな、開会式っていうのに、めでたい、本来ならね、めでたいところに行って、なんでそんなことを、急に、ドガンと、何もかもひっくり返すようなことを言わなくちゃなんねえの？何言ってんのって話。ほんと頭おかしいっすよね。今日は、そういうわけで脳みそが全然回らなくてですね、疲労して。だって5時までやってんだもん、朝からさ。全く頭が回りませんで、今日の動画は短いです。申し訳ありません。議会委員会の方の動画ご覧になってください。よろしくお願いします。デトックスジャパン。